で、その自分の、その池袋の頭がさ、今、井上優のところに行くんだよね。で、これ、あいついたじゃん。谷町、なんだっけ町屋か。町屋のさ、やついたじゃん。自分の後輩のさ。あいつがもうなんか、井上優に呼び出された、なんか、来週行くとか言ってたよ。なんか、ポサッとっぽいじゃないですか。で、まあ、俺の友達、その池袋の頭行くんだよね。でなんか結構かなり俺のこと考えてくれてるんだよ。結構ありがとうねみたいな感じでさ。あ、ジョクさんそうなんですね。ウエスは何度も涙が出てるんですね。見て。はい、でさ、まあ。井上も結構さ、自分のことをさ、理解してくれてるとか、便宜を図ってくれるみたいな感じでさ、井上優にさ、そんな感じでね、そんな感じなんですよ。で、もうその、池袋の頭のさ、みんなさ、角川オッチとかさ、もう、ちょうどいい大学の時から一緒にやってんですよ。